こんにちは、アドブローです。今回はヘッドのスピード MP の2024年モデルですね。こちら実際に打ってみてどうだったのかっていうお話をさせていただきます。まあこの動画では、実際に打ってみた感想を、まあ、ラジオ形式っぽくお届けしていくんですけれども、先日ですね、スピード MP の新旧打ち比べの動画っていうのを公開させていただきまして、そちらまだ見てないよっていう方はぜひ概要欄に URL 貼ってあるんでそちらチェックしていただければなと思いますが、その動画では基本的に比較がメインになっているんで、新旧でね、どう違うのかっていうところは、しっかり解説しているんですけれども、まあ一方でその新型のスピード MP が具体的にどうだったのかっていうところは、まあ、その十分にはお伝えしきれなかったところがあったので、はい。で、まあ今回のこの動画で、まあ実際にその新型のスピード MP 打ってみて、アドブロがどう感じたのかっていうのを、まあラジオっぽく緩くお届けするぞと。いう内容になっております。ですので作業のお供にね、BGM っぽくリラックスして聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではやっていきたいと思います。まず打球感のところなんですが、まあなんといっても柔らかいなというのが第一印象というか、すごく印象に残りました。セッティングとしては、ゴーセンの G2R3 1.23 を45ポンドで張り上げたものを使用していましたけれども、うん、まあしっとりとしていて柔らかいっていうような感じでしたね。はい。で、手応えは、少し重ためでしたね。うん。そしてちょっとこう詰まったような感じがしました。で、減衰性はかなりいいんじゃないかなと思いますね。振動止めとか全然つけなくても快適に打つことができました。で、まあ手応えの重さで言うと何に近いのかな、まあアエロの2022年モデルであったりとか、まあ X の100ツアーよりは少し軽めだけど、まあ詰まってる感じっていうのは、まあ似たような部分もあるよね、みたいなところかなと思いますね。はい。で、まあ、過去に僕はですね、グラフィン XT のスピードの MP ですね、これを持って、まあ結構、気に入って使っていたラケットだったんですけれども、特徴としてはもうかなりカチッとした打球感だったんですよね。打球音もなんか、高い感じだったし、まあ普通に硬い方の打球感だったと思います。で、そこに、まあハイペリオンとか、ファイアストームとか貼ってたんで、まあなお硬かったんですけど、はい。まあ、それだけに、ショットのスピード感っていうのはすごくいい感じのラケットだったと思うんですね。ダイレクト感も強いし、スピードも実際ちゃんと出るし、うん、それまで、まあ、98とか、95とか使うことが多かった自分が、初めてこう、初めてっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、100の、面が100のラケットですごくこう、きっかけになった、まあ、100平方インチすごくいいよねって思う、機会になったのが、そのスピード MP だったんですけれども、名前的にもスピード出るし、なんかこう、ぴったりだな、コンセプト分かりやすいな、みたいな印象が当時はありました。で、まあ、ここはちなみにっていうような内容なんですけど、シナーが使ってるラケットも、拡大してみると、グラフィン XT とかグラフィンタッチとか、まあ、もしかしたら多少前後するかもしれないんですが、そのぐらいの世代と同じモールドのものを使ってるっぽいですね。シェアホールがあるんで、はい、まあ、多分間違いないかなと思います。はい。で、あとは、ま、ヨークも6穴なんでね、現行8穴なんで、そこも違いますよね、っていうところですが、はい。ヘッドはね、ぜひ、今の素材でこのグラフィン XT とかのね、モールドでもう一回出したら結構売れんちゃうかなって思っちゃったりしてますが、どうなんでしょうか。はい。まあ、他にもね、このモールド使ってる選手っていうのは探せば結構いるかなというような感じですね。で、まあ、ちょっと寄り道しましたけれども、現行のスピード MP っていうのは、まあ、かなりしっとりしてて柔らかい打球感になってますよ、というところなんですが、じゃあそれが好きか嫌いかっていう話になると、僕自身はそんなに好きじゃないですね。打球感、打感がちょっと重たい感じになってしまって、
最近はあんまりそういうの好きじゃないかな。で、多分実は3の食いつきの良さみたいなのも、もしかしたら影響してるのかななんて思ったりもするんですが、まあ、とはいえね、とはいえ、そうですね、実は3でこういう感じかって思うと、まあ、やっぱりちょっとフレームとしても手応えは若干重ために分類されるんだろうなとは思います。はい。まあ他にもね、もっと重たいのはいっぱいありますけれども、ありますけれども、なんとなくその感じる重たさっていうところなんですよね。これ難しいんですけど、というのも、最近のラケットのトレンドっていうのは、減衰性を高める方向っていうモデルが結構多いと思うんですよね。はい。例えばなんだろう。まあ、プリンスで言えば PVS であったりとか、ヨネックスも VDM 入れてたりとか、まあもちろん、世代によって入れたり入れなかったりありますけれども、まあ2020年代に入ってから、やっぱり減衰性っていうのは一つのトレンドっていうのは、まあ間違いない部分だとは思うんですね。はい。で、ただその減衰性が高まると、なんだろうな、物理的な重さ、ではないとは思うんですけれどもね、やっぱりなんかちょっと手応えが重く感じる部分がありまして、まあ言うたらその振動止めも同じような現象が起こると思うんですよ。僕は振動音がねこうバイーンってなるのを止めることはできるんですけど、なんとなくこう軽やかさがなくなるじゃないですか、その打った時のねフィーリングとして。はい。で、僕昔振動止め必ずつけてプレイしていて、結構打ち応えがあるものが好きだったし、無駄な振動はいらないというか、そのバインって響く感じも嫌いだったんですけど、どんどんこういろんなラケットを試す中で振動止めはいらないなってなってきたし、打球感としてはあんまりこう密すぎない感じ、ある程度ちょっと中空っぽさもある軽やかさのあるラケットが好きになってきましたね、というところですね。まあもちろんその重い、軽いっていうのを、まあ減衰性だけが決めてるわけでは当然ないと思うんですね。世代が変わればフレームのその設計値としてのその RA とかも変わってきていると思うし、まあたわみとかねじれとかも当然違うと思うんで、何か一つの要素で決まる部分ではないとは思うんですが、とはいえ最近のそのトレンドに、即したモデルチェンジをしたモデルっていうのが僕はあんまり好きじゃない傾向にあるかなっていう気はしますね。で、最近で言うと、ピアスの現行ですね。はい。まあ新しいの買って試したんですが、なんか求めてたんとちゃうなみたいな部分も正直あったりはしますね。で、あとはビーストだったりとか、ツアー100だったりとか、まああとそのこれはモデルチェンジっていうのとはちょっと違いますが、X100 と X100 ツアーの違いとか、まあその X100 ツアーの方がちょっと重たい感じがするんで X100 の方が好きみたいな感じですね。はい。だもんで、なかなかこう手応え軽い方が好きなんですけれども、今回のスピードで言うと、これは比較の動画でも言ったんですが、旧型の方が手応えは軽いかなっていう感じが強くて、僕はそっちの方が比べればね好みでしたね。はい。で、まあそうですね、だもんで、まあ悪い、全然その嫌いとまではいかないんですけど、もっと好きなのはあるかなっていう、そんな感じがしました。はい。で、次に性能なんですが、性能はすごい無難だと思います。いい意味で無難だと思います。はい。で、まあいろいろ試してみました。いろんな強度でも落ちましたけれども、性能に関してはスピードの MP やっぱりバランスはすごくいいと思います。はい。すごい飛ぶとかでもないし、そのすごいスピンがかかるとか、まあすごいレスポンスがいいとか、そういうわけじゃないですよね。まあかといってそのすっごいしなってすっごい食いついてとかでもないし、なんかいろんな要素がまあそれぞれ程よくミックスされていて、ストロークからボレーまで、はい、オールラウンドにこなせるモデルかなという感じがしますね。ヘッドの中では一番オールラウンドなんじゃないですかね。今のラインナップの中ではね。はい。なのでまあすごくこう使いやすい、ど真ん中な感じの性能はしてるんじゃないかなと思います。はい。そんなにね、欠点とかはないかなと思いますね。はい。で、似たようなスペックのラケットと比較するとどんな感じかっていうお話をね、ちょっとしたいなと思うんですが、まあ、まずパーセプトの100ですね。はい。で、まあ、スペック的には、
数値だけ見るとまあほぼ全く同じなんじゃないかみたいなぐらいのね、カテゴリーになってくるわけですけれども、基本的にまあやっぱりどっちも柔らかめの打球感になるかなと思いますが、現行で比べるとスピードの方が柔らかいかなっていう気がします。実際 RH で見ても、スピードの方がちょっと低いんじゃないかなっていうような感じになってますし、うん、で逆にパーセプトの方が、まあ、同じ柔らかさの中にもちょっとこう芯が残ってるというか芯があるような感じがします。はい、であとはそうですね、スピンをかけるんだったらスピードの方がかけやすいイメージはありますね。その食いついてる感じと、ストリングのピッチもねかなり広くて引っかかり感もあるんで、うん、その高めの弾道から落とすとか、まあそういうのはやりやすいかなと思います。で逆に、テンポよく打てそうな感じ、その合わせて返すとか、うん、フラット目にパチンといくみたいな、そういうのがやりやすいのはどっちかっていうとパーセプトになってくるかなと思います。で次 CX400 ツアーですね。まあこちらも重さとか厚さとか、一緒になってくるんですが、ヨークがこっちは、6ケツですかね。はい、でフェイスもこっちの方が若干縦長になっていると思います。はい、であとは CX なんでボックス系っていうところで、まあいろいろ違いがあるかなというところですが、打球感ね、これもね、CX も当然柔らかいんですけれども、まあ、よりね、弾く感じはあるんですよね、やっぱり、CX の方が。で、なんだろう、スピードの方が、ずっとって言うとあれだな、あれなんですけど、持ってる感じ、持ってる時間が長くて、そこからあんまり軽やかに飛ぶっていう感じはしない。CX の方が、一瞬グッと掴んで、そこからスパンと出ていくっていう、そのシャープさ軽やかさは感じますね。はい、ただそのフレームの安定性みたいなところになるとスピードの方がいい気はしますね。はい、CX の方がなんかあれ、なんかここ頼りないなっていう瞬間があったりするんですけれども、スピードはあんまりそういうのなかったですね。ずっと落ち着いてる感じがしました。はい。で、最後に、最近使ってピアストの、まあ、100というかチームですね。で、重量的にはちょっと上げてたりするんで、ほぼ、ピアストの100と似たような感じになってますが、はい。これなんですが、まあ、感触、その打球感としては、意外と似たような感じだと思います。僕も実は3で、まあ、縦横でちょっとゲージを変えて使っているんですけれども、うん、スピードとちょっと似た部分、少し減衰性があって若干しっとりしていて、うん、まあね、実は3なんでそこら辺、しっとり感を助長しちゃってる、しちゃってるというか助長する部分なのかもしれないですが、はい。で、比較するとピアストの方が僕はなんかちょっと飛ばない感じがします。はい、スピードの方が、楽にパワフルに飛んでくれる気がしますね。だもんね、フラットで叩くんであれば、ピアストの方が収まりとか、あと、まあ、ストリングのピッチもね、ちょっと違うんで、まあ、まだ比較すると制御しやすいというか、そのイメージがしやすいところはあるかなと思います。はい。ただ、全般、その、なんだろうな、語弊があるとあれなんですけど、スピードの方が、わかりやすいラケットだなと思いますね。したいことがわかるというか、ちゃんと、ある程度アシストがあってオールラウンドっていう感じで、逆にピアストになってくると、なんだろうな、なんかライバルよりすごいパワフルかっていうとそうでもないし、だから硬くてちょっとシャープに飛ぶっていうのが前作だったんですけど、まあ、今作は柔らかいし、うん、でもなんか薄ら系でもないしなんか、うん、なんだろうって思いながら使ってますね、今のピアストは。はい。で、スピードに関して言うとですね、こうやってライバルと比較してみても、まあ正直その突出して何か一個その目立つ部分とかがあるわけじゃないんですけれども、どの部分でもしっかり勝負できるっていうところがすごいんじゃないかなと思いますね。で、スピンで勝負してもしっかりこう競れるし、パワーで勝負しても負け、そんなに簡単にも負けないし、なんだろうな、まあ振り抜きも悪くないですし、うん、あんまりその弱点がないよなとは思います。まあもちろんその手応えの部分でね、あんまり好きじゃないとかっていうふうには言ってますけれども、性能的にはやっぱりね、隙がないし、だからこそまあその支持され続けてるシリーズになったんだとは思うんですけれどね。はい。
だもんで、いわゆるそのピュアなね、黄金スペックとはそのフレームの厚さが違いますけれども、23mm フラットのラケット群の中では、まあやっぱり代表格になるのはこのスピードなのかなとはいうふうに思います。改めて思いました。はい。ただ一方で、まあ新型打ってみて、そのスピードっていう名前に、その、まあふさわしいっていうかね、スピード感のあるラケットかって言われると、どうなんだろうなっていうふうには思います。スピードが出ないとかっていうわけじゃないんですけど、なんか軽やかに捌くっていうよりは、まあ、しっかり打っていって、スピードを出しましょうっていう方になってきたかなと。なもんで、ちょっと以前より難しい、ある種難しさも感じる部分が今回、ありましたね。はい。間違ってる。はい、ちょっと字を間違ってましたが、こちらですね。で、最後、オーセチックの 2.0 についてちょっとお話を、させていただきたいなと思います。で、まあ、オーセチックに関しては過去の動画ですね、プレステージのインプレイの動画でも触れましたけれども、まあ、どうなんですかねっていう感じなんですよ。はい。で、僕はオーセチックに関して言うと、今なお懐疑的に見てます。はい。で、まあ、今回の新旧の比較で言うと RH も違うし、まあおそらくそのフレームのレイアップも違うはずなので、まあそれだけでも、それだけでもだいぶ違うはずなんですよね。当然。はい。なので結局その、オーセチック独自の何かっていうもの、その効果であったりとか、間違いであったりとかっていうのは、それがどういう部分なのかっていうのが、まあ正直体感できないんですよね。はい。これはオーセチックの効果だっていう何かを僕は正直わからない。うん。新旧で違うのはわかるけど、それがオーセチックと結びつけて考えてもいいのかって言われると、なんか、普通に RH じゃないとか、普通にカーボンのそのレイアップの違いなんじゃないって思っちゃうんで、なんか、ああ、オーセチックか、みたいな感じになっちゃう。ですよね。まあ、聞いてるのかもしれないですけど、聞いてるのかもしれないですけど、わかんねえなって感じ。はい。ただまあ、そういうのってね、昔からあるわけですよね。一応入ってはいる。一応取り入れてはいるけど、まあ言って別にそれ自体が何かすごい効力を発揮してるかっていうと、そうでもないものっていうのは、まあ、テニスラケットに限らずだとは思うんですけどね。はい。そういったものって、そういう商品っていうのは、まあ世の中にたくさんあるんで、まあ、そういったものの一つなのかな、なんてちょっとね、うがった見方をしちゃってはいます。はい。で、一方でそのヘッドで言えば、まあ、古いお話で大変恐縮なんですけど、例えばそのリキッドメタルとかっていうのは今でも、その、話題に上がってきたりするようなテクノロジーだと思うんですよね。はい。で、これも、まあ実際そのリキッドメタル自体がちゃんと効いていたのかどうかっていうことはさておき、ね、その打った時にヌチャッと食いついてね、そこからボールがバーンと出ていく、その打球感に感動した人多いと思いますし、そこから、まあリキッドメタルってすごいんだなっていうふうに、記憶することになった人、感動することになった人っていうのは多かったんじゃないかなと。まあだからこそ今でもね、話題に上がったりするんだと思うんですけれども、はい。まあそういうのもあるし、はい。忘れ去られたものもね、たくさんありますし。で、おそらくオーセチックは、まあ2世代目に突入したとはいえ、あんまりその、じゃあ、リキッドメタルみたいに20年経っても、ああ、オーセチックってすごかったよねって言われるか、っていうと、まあさすがにそれはないかなとは思います。まあもちろんその解雇主義とか、ね、過去美化して見ていると言われればそれは否定できない部分ではあるんですけれども、はい。ではあるんですけれども、なんかちょっとあんまり感動がないなっていうところは正直あるんで、ちょっとその、まあ聞いてるか聞いてないかもちろんそうなんですけど、セールス的にあんまりうまくないんじゃないかなってちょっと思ってしまった部分もあったんで、まあ、今後どうしていくかなって、まあ、全部に入っていくわけですけど、なんかね、どうなんですかね。だから全部入れられるってことは、なんだろうな、それだけめちゃめちゃすごい効果があるか、入れても問題がないぐらいの変化しか起こらないか、どっちなんだろうなってちょっと見てますが、はい、皆さんはどう思いますでしょうかというところですね。はい、ということで今回は、
先日の動画でちょっとお伝えしきれなかったスピード MP 実際に打ってみた感想について、お話をさせていただきました。うん、もう性能的には無難というか、いい意味で無難、すごくまとまってると思いますし、まあ本当に何だろう、成熟したラケット、成熟したモデルになってきたとすごく感じる、そんなインプレーだったかなと思いますね。はい、もうあんまりいじりようもないんじゃないかなって思いますけどね。はい、でまあ人気になる理由もわかるし、はい、というような感じでしたが、あんまり好みではないかな、打球感的にっていう、そんな印象で終わりましたが、はい、まあ、打ってて楽しかったですね。はい、デザインも僕は良くなったと思いますので、はい、興味ある方はぜひチェックをしてみてください。ブログ記事もね、近々まとめる予定ですので、そちらも楽しみにしておいてください。ということで今回は以上です。それでは。